ため息をつきたいときはいくらでもつけばいいよ。その商店街の応援ソング、私たちに作らせてください。ねえねえ、私一曲やりたい曲があるんだけどいい？落書きじゃないよ、かわいい飾り付けだよ。なのでそのどんまどうか忘れないで。お前が責任者だからな。鍵預けたからな。それじゃ、リサ先生が特別に教えてあげよう。この音って…
後はきっといいことあるよ、ラン。明日はきっといいことあるよ、ラン。で、つなご。安心でき。ええ、ここは慎重に考えなくても。花火、すっごく綺麗だね。うん、ミゼリアが自分の居場所って感じなんだ。